Soprano.
Stop!
ちょうど河内桜をそしてやってますけれども、これから先に3月とも、3月と5月が、南の桜っていって下田の下鴨っていう地域を菜の花と一緒に花火にしていただけるそういった花のイベントです。5月になると黒船祭りという大きな祭りが仕事になります。6月は、紫陽花祭りになって下田公園という場所があるんですけど、そこにものすごい数が300万株だったかな、紫陽花があって、本当に綺麗なんですよ。石畳の道をずっと歩いて小高い丘みたいになって石畳がちょっと雨に濡れた感じがありますと、綺麗が美しいです。たくさん石畳のイベントがありますので、また季節が変わったら皆さんはぜひ伊勢に遊びにいらしてください。それでは続いてバナナの娘を、
それまでブラジルにあったサンバという音楽を元にして作られたのがボサノバという音楽です、魅力的な口元をしたモレーナがサンバを踊る姿に僕はもう本当にその姿を見るだけで心が苦しいっていうようなそんな歌です。Johnson